はい、こんにちは、まとめです。今回はオールドコーチについて。おすすめはこのようにブラックで、コーディネートにおいてバックはとても目立ちやすいです。このコーディネートそれだけでもいいんですが、ここにオールドコーチを加えることで。はい、こんにちは、まとめです。今回はオールドコーチについて。オールドコーチとは何か、その魅力やコーディネート、使い方を紹介していきたいと思います。オールドコーチは知る人ぞ知るコスパ抜群のアイテムで、いつものコーディネートが簡単にレベルアップします。ぜひこの動画でオールドコーチを知って、よりおしゃれを楽しみましょう。まずコーチとは何なのかを紹介していきます。オールドコーチとは有名なハイブランド、コーチのヴィンテージバッグです。コーチはハイブランドの中では比較的安めですが、ギリギリハイブランドと言っていいかなと思います。コーチはアメリカのハイブランドで、年代や性別を超えて人気になっているブランドです。もともとレザー製品を生産する小さな工房でしたが、その丁寧な職人技と品質の良さから徐々にブランドとして確立されてきました。1960年代から新しいバッグのデザインを打ち出し、当時の若者の間で流行して一躍有名ブランドとなっていきます。エルメスなどの高級ブランドと比較するとかなり手頃な値段で手に入れることができますが、価格に見合わない品質の良さが魅力です。メンズではバッグの他にもウェアやシューズ、小物などを展開しています。特にリュックやブーツなどのレザー製品のクオリティがとても高いので、ぜひ店舗まで足を運んでみてください。コーチっていろんなとこに店舗ありますよね。あるある、結構いろんなとこにあるね。路面でもあるし。なんか買ったものとかありますか？買ったもの、はい、買ったものは、銀座店かな、あれ、はい、銀座店で前、メンズがブーツを打ち出した時にブーツ、レザーブーツを買いました。サイド側ブーツ買ったかな。やっぱレザー製品なんですね。そう、やっぱりレザーかなり、特にあの時ブーツ多分メンズ初めて売り出したのかな、はい、少なくとも国内では。うん、で、すごいクオリティ良くて、はい、しかも5万ぐらいだった気がする。あ、じゃあハイブランドにしては安い。かなり安い、あの時は本当にかなり安かった。てか5万だとブーツ普通に安い部類に入るんじゃない、本革だと。はい、そうっすね。あんまり意外と、普通に考えたら5万のブーツって超高いと思うんですけど、本革でブーツで5万っていうと割と手頃な方に入るんじゃないかなと思います。ザキさんはコーチ買ったことは？買ったことないっす。ない、はい、店舗にもあんま行かないじゃん。店舗多分一緒に行ったことあるか。こと一回どこで？新宿。新宿行ったね。行ったね。懐かしい。行った。何も買わなかったね。何も買わずでしたね。はい、そんなことありましたね。次にオールドコーチって何なのっていうところを話します。コーチは現在もハイブランドとして有名ですが、こちらは現行のモデルではなく、80年代、90年代に作られたオールドコーチ。主にセレクトしている古着屋さんでよく見かけます。確かに僕は安めの古着屋さんだと見たことないですね。あんまりないかもね。そうですよね。売ってないかも、店舗だと。あの、オンラインの楽天の古着とか、はい、ベクトルパークとか、うん、大規模なショップだったらオールドコーチで検索かければ出てくると思うけど、はい、セレクト古着屋じゃないとあんまり、なかなか形とかの問題があるから難しいかも。ちゃんと選ばないと、ね、選ばないと結構難しい。状態はまだボロボロになっても意外とかっこいいけど、はい、形は割と、特に男だとレディースがかなり、レディースにしか見えないデザインとかシルエットがあるから、うん、そこら辺ちゃんとセレクトしてないと難しいかも、うん、でも逆に言うと、はい、セレクトだと高くなるから、売り値がどうしても、はい、だから楽天とかそういうところで見つけたら掘り出し物が見つかるかも。なるほどです。セレクトだと大体多分このサイズだと1万5000円ぐらいがボリュームゾーンかな。なるほど。楽天とかで探せばもう、はい、一回り二回りぐらい差が安いのが見つけられるかもしれないです。僕がやってる古着屋でも大体いくらぐらいで売ってるっけ。1万2000円ぐらいがボリュームゾーンです。でかいブリーフケースのシルエットのやつだともうちょっと高いよね、はい、もうちょっと高いです。1万8000円とか、ね、そんぐらいですね。そんぐらいで販売しています。大体みんな同じぐらいかなと思います。古着でその値段は少し高いと思うかもしれませんが、元の値段を考えると非常にコスパのいいアイテムです。ハイブランドの高級バッグなので元値は何倍もします。多分うちの店でもオールドコーチが一番人気だよね。そうですね。おそらく再入荷リクエスト一番多いよね。一番多いです。バッグ、はい、オールドコーチがやっぱり古着なので作られてからかなり時間は経過していますが、もともと高級品なだけあって素材感は今であってもかなりいいです。素材がレザーなんで経年変化して味が出るのもいいポイントです。耐久性がかなりあるので経年変化はするんですが、経年劣化はしにくいです。といっても傷とかはやっぱりつくので、捉え方次第で経年劣化と感じる人もいるかもしれません。オールドコーチはアイテムによって様々な形や色のバリエーションがありますが、おすすめはこのようにブラックでストラップ付きで肩にかけられるタイプのものです。それでは実際に肩にかけてみたいと思います。肩にかけたらこんな感じです。トレンチコートで合わせてみました。ブラックは多少ダメージや汚れがあってもごまかせますし、レザーのツヤ感が分かりやすいのでパッと見の高級感が伝わりやすいです。
いろいろなコーディネートに慣れてきたっていう人にはブラウンもおすすめです。やっぱりブラックのバッグよりもコーディネートは難しくなりますが、バッチリ合わせた時のレトロな雰囲気はとてもおしゃれです。どうしてこのオールドコーチを勧めているのかというと、メンズのレザーバッグ市場にいいものが全然ありません。特に日本のバッグ市場は機能性あふれるごちゃごちゃした感じのバッグじゃないと売ることがすごく難しくて、低価格帯でいうとおしゃれ用途のバッグ自体を作っているところが少ないです。10万円ぐらいならいいバッグもたくさん選ぶことができますが、さすがにバッグに10万円使うっていう人は少ないかなと思います。最近は合皮も本革と区別がつかないほどのクオリティなので、合皮のバッグを探すのも一つの手でしょう。ですが本革で手頃なバッグが欲しいという人にはこのオールドコーチがかなりおすすめです。このオールドコーチ、うちのお店でも取り扱っているんですが、なかなかいいものを見つけるのは難しくて、あまりそんなに数は取り扱えてないので、他の古着屋さんでオンラインでも店舗でもどちらでもいいんですが、探してみてほしいです。メンズのレザーバッグっていいの本当に少ないよね。確かにちょうどいいのないですよね。ないんだよね、うん、その機能性あふれて使いやすいっていうバッグはもうめちゃめちゃあるし、すごいクオリティも高いけど、おしゃれなのって言われると、そうですね、そうじゃない、かなり難しい探すのが、そもそもおしゃれ路線で売ってるメンズバッグブランドっていうもの自体が相当少ないし、あったとしてもかなり高価格だよね。確かにそうですね。ファストファッションだとそもそも全然売ってないし、買うとしたらハイブランドの、バッグブランドじゃなくてアパレルブランドで売ってるバッグがおしゃれ用途のバッグになるよね。最近だとバッグブランドだとアエタとかが比較的、そのすごい安いとは言えないけど、普通のバッグブランドよりは安くて、しかもかなりおしゃれな、ユニセックスで使えるし、今っぽいいいバッグブランド、アエタとかかな。ということで、このオールドコーチを使ってコーディネートを組んでみました。コーディネートにおいてバッグはとても目立ちやすいです。その目立つポイントに高級感のあるアイテムを使うと、コーディネート全体が格上げされるのでとてもおすすめ。コーチのバッグなんて高級感折り紙付きです。いつものコーディネートの中に入れると、それだけで全体が高見えします。こちらのコーディネートはこのトレンチコートに、中がジャージで下がデニムパンツ、靴はパテントのシューズにしました。 Y ラインシルエットを意識したコーディネートです。スタイルをよく見せる基本のシルエットに A ライン、I ライン、Y ラインシルエットという3つのシルエットがあります。 A ラインシルエットとは上半身のボリュームが小さく下半身のボリュームが大きいシルエット、 I ラインシルエットは上半身も下半身もボリュームが小さいシルエット、そして Y ラインシルエットは上半身のボリュームが大きく下半身のボリュームが小さいシルエットです。このどれかのシルエットに当てはめるとスタイルが綺麗に見えます。ということで、今回はその Y ラインシルエットを使ったコーディネートです。上半身にボリュームの大きいトレンチコートを使って、パンツはテーパードの効いた、テーパードというのは先端に向けて細くなっていくシルエットのことで、そのテーパードシルエットのデニムを使って Y ラインシルエットを作りました。トレンチコートのインナーにジャージを使うコーディネートは海外スナップなどでもよく見かけるコーディネートですが、トレンチコートはかなりカッチリとした印象を与えるアイテムですが、インナーにジャージを使うことでそのカッチリ感を払拭しています。おまけにジャージは首元まで襟が立つため小顔効果もあり、よりスタイルが綺麗に見えます。このコーディネートそれだけでもいいんですが、ここにオールドコーチを加えることで全体が高級感のある雰囲気になっているかと思います。目立つ部分に高級感のあるアイテムを入れることで、他のアイテムにも説得力と雰囲気が増して、おしゃれさがワンランクアップします。いつものコーディネートにプラスするだけなので、誰でも簡単にすぐ実践することができます。バッグはもちろんなんですが、小物はバッグ以外の部分にもお金をかけてハイブランドのものを購入するのがおすすめです。洋服はトレンドの影響を受けやすく、思い切ってハイブランドのものを買ってもトレンドが過ぎたらちょっと使いにくいなと思うことがあったり、自分の価値観も変わるので、良かったと思っていた洋服がちょっと違うなって思うことも数年後にはあると思います。ですが小物はトレンドの影響をかなり受けにくいので、一ついいものを持っているだけでずっと長く愛用することができます。しかも洋服はファストファッション、ユニクロや GU、ザラなどでいいものがたくさんありますが、バッグやマフラー、靴などの小物類はファストファッションや安価なブランドでは探すのがとても難しいです。ずっと使ってる小物とかってありますか？かなりいっぱいある。例えば今つけてないんでちょっと持ってきます。はい、このトムウッドとかほぼ毎日つけています。トムウッドはノルウェー発のブランドで、このシグネットリングに天然石を入れたものが代表作なんですが、サイドのカッティングがとても綺麗で、それがすごく気に入ってます。トムウッドは現在アクセサリーだけではなくて洋服も作っていて、そちらもおすすめのブランドです。小物は特にバリエーションが必要なわけではないので、自分が気に入ったものを長年着用すると思って思い切ってチャレンジするのがおすすめです。小物で高級感があれば、洋服などはファストファッションでも十分です。古着屋さんには今
今回紹介したオールドコーチの他にも価格以上の価値のあるアイテムがたくさんあります。確かに古着自体に抵抗があるという人も多いかと思いますが、クリーニングをしてから商品を並べているという古着屋さんも多いですし、状態の綺麗なアイテムを選べばトラブルも少ないです。特にラルフローレンのシャツやミリタリーアウター、スカーフなどの小物類は古着屋さんで選ぶのがおすすめです。賢くお金をかけずにおしゃれをすることができるので、ぜひ試してみてください。このオールドコーチはセレクトをしている古着屋さんでよく見かけるので、古着屋巡りなどで古着屋さんに立ち寄った際はぜひチェックしてみてください。実際に手に取ってみると高級感とコスパの良さがよくわかるかと思います。こんな感じでまとめチャンネルでは実際に買った商品のレビューや比較、ファッションに役立つ情報、着こなしなどなどを紹介しているので、もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。